皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1994年公開の、スピード。現代、スピード。監督はヤン・デ・ボン。脚本はグレアム・ヨスト。主な出演は、キアヌ・リーブス、デニス・ホッパー、サンドラ・ブロック、など。ロサンゼルスの路線バスに、時速50マイル以下になると爆発する爆弾が仕掛けられ、犯人は巨額の身代金を要求。行動派の若きスワット隊員ジャックは、多くの乗客を乗せたこのバスに乗り込み、次々と襲いかかるトラブルに立ち向かう。というストーリー。キアヌ・リーブスとサンドラ・ブロックを一躍有名にした作品で、ストーリーはほぼないが、気楽に楽しめるアクションスリラーの良作。最初から最後までテンションが上がりっぱなしで、スリルの連続は気を抜くところが一つもない。銃撃戦や爆発ではなく、犯人との頭脳戦がメインなのがポイント。そしてバレバレのラストに向かって、ひたすらフルスピードでまっすぐに進む。ということで、評価は。Thumbs up.